かなかやるじゃん。破るためにある。いや戦闘は精巧なデザインなの。ふっせい。はあ、今だ。生死虚実、一年のマナ、同天剣気、超無一角。ほら、あんたの番だよ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。あと少し。逃がさないわ。争いに意味はない。はっ、せっ、はっ。うちってばなかなかやる。いや、即戦即決でいこう。いや、もちろん誰でも構わないわ。どけ、騒ぎを。せい、はっ。うちの出番。ほら、はあ、ふっ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。逃がさないわ。争いに意味はない。た、は、生死虚実、一年のマナリ、同天剣気、超無一角。は、うちに出くわすなんてついてないね。いや、まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。過ぎ去ったことは重要ではない。列車はまだ来ていないな。近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って見てくるよ。待て、見つけ。え、あ、終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。まだまだ。下手に動くな。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。やっ、
出くわすなんてついてないね。あんたの番だよ。殴ったね。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。今だ。生死虚実、一年のマナリ、同天剣気、超無一角。ふっ、はっ。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。どけ。せい。はっ。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決。戦闘は成功なデザインなの。ルールは破るためにある。アウト。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。逃がさないわ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年のマナリ、同天剣気、超無一角。ふっ、うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。やっ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。逃がさないわ。殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。もちろん誰でも構わないわ。痛くも痒くも。
ない。ありえない。逃がさない。動かないでね。今祝福してあげるから。よっ。ルールは破るためにある。戦闘は精巧なデザインなの。逃がさないわ。大丈夫だ。場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。起きたのか。無事で何よりだ。すでにレギオンの脅威は去った。安心していい。ああ、今回の侵入は突発的なものだったんだろう。レギオンは終末獣が倒れた後すぐに撤退した。もう少し休んでおけ。ああ、それからお前のビーコンアドレスを教えてくれないか。何かあればすぐに連絡する。それと、姫子さんがお前を探していた。後で彼女に会いに行ってくれ。
目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。え、どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。あなたが見ているのは私が作ったロボット。この子を操作してあなたたちと会話してるの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。じゃあしっかり観察しないとね。ふんふん、まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。別に言ってもいいよ。私はなんだっけ、姫子と科学について議論する。科学は客観的なものであり忌避すべきものは何もない。あなたの立場ならこの場で聞いていた方がいいとは思うけど、何しろ私はあなたに関係するいろいろな計画を立ててるから。というわけで姫子、彼女を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼女に直接聞いてちょうだい。このお子ちゃま、金銭感覚がしっかりしてるね。結構気に入った。あまりいじめないでちょうだい。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して、私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ、私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今、ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ？もしあんたが望むなら、私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは、私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。私は列車に乗った方がいいと思うよ。ここに残ってくれてもいいけど、あなたあんまり役に立たないでしょ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらって、ちゃんと考える時間をあげましょう。
私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。ああ、やっと来た。最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は、宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合に、そこに意識を移しているわ。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオーンの神秘を解決することができる。アイオーン、考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオーンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオンの謎は一言では語り尽くせないの。アイオンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか。聞くけど、あなた、これらの問題について考えたことはある？何それ？ちゃんと私の話を聞いてた？私たちはアイオンの神秘を暴きたいの。だから、あなたもこのプロジェクトに参加して。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか報酬をたくさん用意したからね。
騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、同天元気、超無一角。はっ！ついてないね。即戦即決で行こう。はっ！殴ったね。逃がさない。騒ぎを起こした。争いに意味はない。ルールは破るためにある。あっ、いや、後悔しても遅い。うちの出番。はっ、殴ったね。はっ、リュウ、始めようか。騒ぎを起こしたくはない。同天元気、超無一角。はっ、やっ、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。はっ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 、逃がさない。ルールは破るためにある。前者来たらずか。さっ、下手に動くな。やっ、生死虚実、同天元気、超無一角。はっ、ついてないね。リュウ、即戦即決で行こう。逃がさない。たまには真面目。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。うちの出番。ポン。逃がさない。争いに意味はない。ついてないね。リュウ、はっ、殴ったね。逃がさない。
後悔しても遅い。うちなかなかやるじゃん。即戦即決で。はあと少し。生死虚実、同点元気、超無一角。騒ぎを起こしたく。Yeah!